heaven or hell. Duel 1. Let's rock.組み合わせの方を作っていこうと思います。組み合わせを作ってる
次にエントリーをまだしたいなという方は、一応受け付けますが、エントリーがね、エントリー表じゃねえや、トーナメント表が出来上がっちゃうと、もう、ここねってなっちゃいますんで、作ってる間に出ようかなと思ってる人は言いに来てください。8時までには開始できるようにやりますので、よろしくお願いいたします。アダムボレーズ出てくんね。ですね、今日の大会台はですね、こちらのプロジェクター前にある、配信台と、こっち、なんだっけ、その配信台の前にある今エディとベッドマンが戦ってる台ですね。そちらの台が本日の大会台となりました。こちらが B 番台となりますね。で、今日2台進行で行います。1回戦で負けてしまった場合は敗者復活トーナメント、もしくは3位決定戦トーナメント、2回戦で負けた場合は敗者復活戦ですね。まあ、そんな感じで、最近2勝目できますので、1回戦負けてしまっても帰らないようにお願いいたします。Let's go.
Heaven or hell, duel one. Let's rock. ここに来てね、なんでザッパが出ないか分かっちゃいましたね。エディが佐藤になって ZA になったからイニシャルヒョックが、だからザッパ出れないんですよ、かわいそうまあね、敗者復活トーナメント先に数字を割り振ってしまいます。その数字の割り振りが終わりましたら、大会の方を開始していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Duel 3. Keep on rocking.先ほども言いましたが、 A 番台がこちらの配信台、プロジェクター前で、 B 番台が、そちらちょっと離れたところにあります、真ん中ですね。真ん中の5セットの今エディと
エリじゃない、佐藤とソロ。まだ三河座ってねえから、佐藤と鳴らすとやばいんですよ。でトーナメント表の今、敗者復活、2回戦、1回戦負けてしまった場合と2回戦負けてしまった場合のところを振り分けてますので、今までお待ちください。何が出るかな。呼ばれて。